超売れっ子のゲームクリエイター広井王子、まあ、ゲームファンでこの名前を知らない人はいないと思います。この広井王子さんが率いるところのレッドカンパニー、この摩訶不思議な集団を私純光が今日は徹底的に取材してこようと思います。ただね、場所は浅草なんだよね。どんな人なんだよ。社長なんだよな。社長でいらっしゃるんだよな。社長本人です。広井王子です、この人が。どうもいらっしゃい。いや、どうも。あんたフランクすぎだよ。そう？ゾーリだしこの人。浅草だもん。もっとゲームクリエイターって偏屈な人じゃないんですか？いやいやいや、変なの、ただ。あ、変、靴はない。ないの。靴はないの。そう、ゾーリなの。社長だよ。行こう。行くけど。ほら、面白いからこんなか。あ、じゃあ遊び来て。ほら、なんか上がってきて。ここだよ、だよ、ほら。だって社員になるんでしょ。いや、そうじゃないですよ。社員になるために来たんだから。俺別にフロム A とか見てないし。これ今募集してるんだもん。これ何の部屋ですか、これ。ここ企画室。何？これはここ。おー、和室。コント？コントじゃないの。コントセットじゃないんだから、これ。ちょっとカメラさん映して。セットじゃないの。金床？金床じゃないの、これ。ここずっと並んでるでしょ。はい。これね、ここがね、この辺まとも。これはウォーズ。ほら、ブラックオニキスって言ってたじゃない。 BPS のこれがウォーズ。これあの会社ですよ。いつ出るやつ。これは今年の夏ぐらいですね。え、まだすげえ先じゃん。そう。これ開発段階どれぐらいなんですか。もう 98% 今デバッグの最中です。今多分ね、テレビ見てる人、お前いい思いしてると思いますよ。何のためにこんなにたくさん魚が。この人ね、あのユナの原作者なの。ああ、そうですか。秋高美香なんですけども。そういうすごい人がぼーっと座ってる会社ですね。そうなんです。じゃあ、まあ、そのお魚を飼う漁業の合間にコンピューターを作ってるというプログラムを作ってる。違うって。漁業の合間にじゃない。漁業の合間じゃなくて、なくて、あ、本業が向こうで。本業が向こうで、本業プログラムとかして、合間にこっちの漁業をやってる。漁業をやってらっしゃるという。普通に画用紙に書いて提出すればいいじゃないですか。やっぱ他と違うのがいいじゃないですか。大いなる無駄がいいものを生んでいくの。効率ではできないでしょう。こうね、今週の言葉です。今週の言葉でございます。大いなる無駄がいいもの。素晴らしい。広井くんち全部揃ってだろ。オレンジみんな揃ってるんだよ。うわ、寝よく来てくれたじゃん。そうだよ、全種揃ってるんだよ。おい、遊んでってくれよ。うわ、広井くんちフロントローディングの寝落ちよ。そうだよ、わざわざフロントローディング手に入れたんだからよ。別に開発者の人がどうでもいいのに。そうだよ、フロントローディングだよ。ゲームもすげえよ。そうだよ、ここに来れば何だって揃うんだぜ。まだまだ秘密はどんどんダンジョン深くに。本当に、ええ、で50インチのこういうあのモニターでみんなでゲームやって。ゲームよ。あ、そうなんだ。ここだから観客席用にこういう風に R つけて、みんなここでこう観客席になってこう見ようよ。すげえ技出してるよとか。そうでしょ。そうすげえクリアの仕方だよっていうのを。そうはあ、皆さんまだ、2階です。これ何枚。ちょ面白いものがありそうな匂いがするんだよ。ちょ、なんだこれ。ダメだって、これ次のキャラクターなんだから。嘘。これ内緒。これはね、ちょっと内緒。映しちゃダメなのこれ。うん、これちょっと内緒。これダメだな。ダメなの。うん、なんで何してくれたの。これはね、Mac でね、こうあの CG ちょっと作ってる。なんかこのフロアは秘密の匂いがするぞ。そう、さっきと顔つきが変わってるぞ。いろいろ面白いおもちゃを見せてくれたおじお兄ちゃんはもういない。俺はここの社長だ。
隣の部屋が隣の部屋がそっちはダメだってダメでも本気じゃないですかこれってどうしたんですか何言ってんのここはダメここはここはいろいろねあの秘密が開発ルームなんで今の手の引っ張り方はマジでしたねここはちょっと見せられないな本当にマジ秘密みたいですねあそこねここはダメものすごい秘密のラインがいっぱい走ってるからこの会社の唯一真面目な部分みたいな私見ましたはいこっちもね大変だけどねこう見せてあげるから、はい、こっちを見れるのそうそうここ見るねここ見れるい怒んないね怒んないここは怒んない閉じ込めない閉じ込めない干渉しない大丈夫ならばここはねでもちょっと偉い先生が前坂こうって先生がいますからプリンセスミネルヴァのシリーズを全部書いてる知ってるよ知ってる小説出て漫画出てそろ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  CD 出てそうそうで今度ゲームでしょそうそうアニメーションにもなるのよアニメにもなりそう最初に漫画出した時はゲームまで行くと思ってたんですか一番早かったのが実はゲームが一番早かったんですよ最初パソコンゲームが一番最初で、それとほぼ同時期に、小説が出て、で、1ヶ月くらいして漫画の連載がアスキーコミックさんで始まったんですよ、うん、だからほぼ同時だったんですよね全部あそうですかまあ、成り行きなんですけど成り行きにしちゃプロジェクトでかすぎですよそんな普通は成り行きってのは2軒目の居酒屋とかを成り行きって言うんですよはいここね僕のね、うん、お家社長室、うん、どうぞどうぞはいはいお邪魔しますはいどうぞ座ってうんねえ面白いでしょ面白いっていうかさ、うんこういうことだろうなと思ったけども、うん、社長室ってさ、うん、もっと威厳がない？ない高校生ぐらい住んでてもおかしくないじゃん実際、うん、だってさ、ええ、会社にいる時間の方が長いんだもんまあそりゃそうだけどそうでしょだいたい一月で会社にいる日って何日ぐらいなんですか、うん、25日、6日、7日、8日ぐらいそのうち会社泊まっちゃう日っていうのは全部うそここだって寝てんだもん下食堂あるから家はこうすぐそこでも帰んないの帰んないのここにいんのここにいるのもう社長室ってやっぱり僕の部屋なんだそう僕の部屋最初に思ってた仕事場っていうのはもっとなんていうんですかね四角四面ですっごいこういう仕事場ですよこういう仕事場だと思ってたんですよ、なんかねある意味広い共和国っていう感じで偉く楽しい国に今日はですね来させてもらいましたよ。